皆さんこんにちは。こんにちは、レッドウィングジャパンマーケティングマネージャーの阿部です。レッドウィングジャパン代表の小林由紀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、由紀さん、お疲れ様です。お疲れ様です。まあそうですね、1月いろいろありましたもんね。はい、そうですね、はい、怒涛の年明けでした。はい、はい、いかなり、はい、あの出張もいろいろありましたし、うんうん、まず何よりここでちょっとお話ししたいのは、はい、出張もそうなんですけど、うんうん、やっぱり青山店、あの10周年のイベントありましたね。そうなんですよ、はい、あのね、あのご存じない方も、あの動画見てる方いるかもしれないんですけど、はい、あのレッドウィングジャパンとして初めてあのオープンした直営店が、はい、あの東京の青山店なんですけれども、うん、あの今年の1月で10周年を迎えました。はい、はい、本当にあのたくさん の,、はい、あの方にあのお越しいただいて、うんうん、ただちょっとやっぱりあの混雑というか、まあ、いろいろあったので、はい、まあ、LINE の、うん、あのスペシャルユーザーの方々に抽選のお知らせというような形取らせていただいたんですけども、はい、また次、はい、大阪、うん、美味しい、はい、10周年、来 年, 来年、そうなんですよ、またあるから、あとまた仙台の時とか、はい、またちょっとそのあたりしっかりこうお知らせもしながら、うん、あの皆さんも楽しんでいただけるようなイベントを行いたいなとい、いやでもやっぱりいいですよね、うん、あの一般のお客様となかなかやって、はい、そうですね、こう話ししたりとか、はい、なんかあの10周年おめでとうございますってこう、うん、なんか言ってもらえるの嬉しかったです。 T シャツもあの記念して、そうですね、はいはい、作って、それは各店舗でこれから、はい、あの販売できるように、はい、あのしてますので青山店に来れなかったお客様も、はい、あの他の直営店でその T シャツもご覧になられますので、はい、ぜひあの近くに寄った際はお店で T シャツご覧になっていただきたいなというふうに思います。はい、はい、改めまして青山10周年これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では由紀さん、はい、早速今日のトピックスは、はい、はい、もう今日のトピックスっていう言葉じゃ片付けられないぐらい、はい、うんうん、この春、はい、重要なお知らせです。はい、はい、もうちょっと画面でもしかしたら僕の10周年の話なんかより、はい、目ではこっち行ってたのかもしれないんですけど、はい、この目なんだとかね、はい、はい、この 24SS ですね、はい、新商品のお知らせになります。はい、はい、じゃあ早速なんですけども、うん、ここに置いてるあのピンクのモック、そうですね、最初にモックから、はい、はい、まず革がですね、はい、革の名前がラスティーローズアビリーンっていう、はい、あの革の名前になります。なんかちょっとくすんだピンク色 の,、うん、なんかあのラファード、ピンクピンクしすぎてないので、はい、男性の方もこう、はい、履けるっていうのもあったんです、はい、でこれあの実は私今履いてるものが、はい、あの私の履き靴というか、もうすでにあの去年サンプルあの履いてみてってあの本社から送ってもらって履き始めてるものなんですけれども、うん、これ実は当初あのレディースだけの企画だったんですけれども、ね、はい、あのちょっと持ってきていいですか。いいですよ。一つあの覚えてますこのピンク。僕はあれですね、あの仕事、はい、レッドウィングの仕事をこう始める前に出たやつです、うん、そうですよね、はい、であのこれあの以前もう今廃盤、まだちょっとでも在庫残ってるのか、在庫、はい、はい、あの2019年ぐらいにあのレディースの新商品で出たあのピンクのこのモックなんですけれども、当時これは、まあ、レディースオンリーの企画だったんですけど、うん、結構世界中でピンクメンズも欲しいって声が当時すごいあったんですね、はいはいはい、で今回あのこのレディースのこのラフアウトの企画をしてた時に、いやでも結構あのメンズのピンクの需要、うん、今すごくなんかこうユニセックスにどんどんなってきていて、はい、ジェンダレスな感じで、はい、ファッションも女性がボーイズファッションとかで、男性もそういうピンクとか取り入れるっていうのがすごく世界中で増えていってると思うんですけど、で、まあ、そういった流れもあって、じゃあこの今回このラフアウトのピンクはメンズも作る、はい、みたいな、まあ、あの話が出て、うん、そしたらもう各市場メンズもやりたい、やりたいってなりましたね、はいはい、でなので男性のバージョンも出ます、はい、同じ革で、はい、まあ、それもあって、そうなんですよ、はい、で、あ、じゃ あ, あの昨日の夜今日 YouTube あの撮るときに、あの私これ履くから、じゃあ阿部さんにも履いてもらってって思ってね、昨日 LINE したんですよね、はい、あのお揃いで履こうみたいな、あの夜 LINE をあの、はい、あの断られました、はい、誰だね、僕はあの
全然オックス履こうと思ってたんですけど、サイズがちょっと大きすぎて履けなかったので、うんうんうん、ただその昨晩の時点ではいや僕はオックス履きますってあのピンクモク、え、でも似合うと思うよ。いやいやいや、もちろんもちろんそうだったんですけど、ゆきさんはこっち履かれるの分かってたんで、はい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 、僕はこっちもこうお知らせしたいしっていうのもあったので、はい、はい、あの回ってる時は優しくなるほどって言ってくれるのにやめてもらっていいですか、はいさっきはもっと冷たかったあのいつも優しいです、はい、で、はい、あのこのねピンクのモックとこの子って実はちょっとつながりがあって、はい、このローズバンダリー言われるまで気づかなかったです、はい、ですよね、はい、結構だいぶ違うピンクに見えると思うんですけど、うん、実はこのあのダスティーピンクアビリーンの革の出どころはこの当時出したピンクのモックのローズバンダリーっていう革なんですけれども、はい、これをラフアウトに裏返しにしたら、うん、結構くすみピンクで可愛いんじゃないかってところから企画が始まって、ちょっとまあ色味、うん、あのここから改良はしてるんですけれども、まあ、あのこの感じのくすんだなんかこうちょっと地球色も意識してるんですよ。アースカラーでピンクで、そしてユニセックスで、じゃあ男性も女性もスタイリングできる、うん、でもなんかこう明るくなる気持ち、なんかこうピンクピンクしすぎてないからこそ、はいはい、なんかそこまでこう抵抗なく取り入れられるっていうところもあるのかなと思います。すごい大人ピンク、うん、でやっぱりなんかラフアウトっていうところもいいですよね。でこの発売日がしかも日にちもいいですよね。なんですよね、はいはい、もうここでお知らせしちゃうんですけども、はい、2月の14日、はい、まあ、いわゆるバレンタインデーですねに、このピンクモックメンズレディースともに、はい、発売になります。しかも世界同時にグローバルで、はい、発売になります、はいはい、なのでちょうどこの動画が公開されている時にはすでにも発売になってますね、うん、あ、そうなんですね、はい、これ2月16日に公開しているので、なるほど、じゃあもう発売済みです。はい、はい、でもすごい素敵な色で、はい、あのこうご夫婦とかカップルでお揃いで、あ、いいですね、あのこうバレンタインにこう送り合うとかでもすごい素敵だと思いますし、はい、あの特に女性あのこのピンクあのすごい素敵だと思うんでおすすめです。はい、あのなんか昨日の LINE はすいませんでしたあの次の回でぜひお揃いで、はい、はい、申し訳ございませんでした、はい、でも男性どうですか、まあ、この裏側でしかも少しこうくすんだピンク、さっきゆきさんもおっしゃってましたけど、はい、どんなスタイリングします？この感じだったら僕は普通にまあブラック、いつも通りブラックにも合うし、はい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 、で今日のちょっとこのブルーの感じとかにも全然いやらしくない、うん、いやブルーにピンク可愛いと思う、うん、ですよね、はい、とかそういう感じもいけるんで、あとなんかアースカラーだからカーキともうめっちゃ可愛くて、いい、ね、ちょっと軍パンとか、今日実はちょっとグリーンのカーキ色のパンツがあるんで、はい、それ悩んだぐらい可愛かったんですよ。え、じゃあちょっと次グリーンのパンツ、はい、カーキのパンツ、なので男性の方もぜひ、はい、うん、あのトライ、確かにカーキはすごくそうなんですよ、いいですよね、そう、うん、確かに確かに、いろいろオリーブカーキみたいな感じですかね、はい、はい、すごいいろいろ合わせるの楽しい明るいあの色だと思います、はい、はい、じゃあ続いてオックスフォードいきますか、いきましょうか、はい、はい、では続いて結構待ち望んでた方多いんじゃないですかね、はい、ゆきさんのオックスフォード、はい、いよいよ出ましたね、はい、はい、タングスですいわゆる、はい、しかも3色、いやでも実は僕こんなに歴史があるって知らなかったんですよ、オックス、このオックス、はい、実はあの入社するまでは、はいはいはい、僕も結構あのレッドウィングあの好きで、ね、高校生の時から入ってたっていうのはあるんですけど、うんうん、知らなかったんですよね。でも実は結構歴史が、はい、入って知りました、あるんですよ、はい、でちなみにこのオックスフォードの形を初めてレッドウィングがこのソールでね、クッションソールで作ったのっていつか、うん、どこかいつまで遡るか、いやそれ、さっきあのクイズ、いやいやそっかさっきもうこれはあの入社する前にやってもらっていいですか、はい、あの見てる皆様いつだと思いますか。はい、はい、あのですね、実はあの以前875の回の時にこのポーシー初めて875が出たのが1950年代 でその大元になっているのがこの一番こっちの8インチの877っていうお話をしたと思うんですけど、はい、実はその流れでこのオックスフォードのタイプもオリジナルっていう当時の革であの1950年代に出てるんですよね、うん、この3つの並び、はい、
やばいですよね。そうなんですよ、うん、だからこの6インチ丈だけじゃなくてオックスフォードもこの877の8倍とともに、はい、そのこうバリエーション展開されてったのが1950年代なんですけど、実はこの875はすごいもうそれからずっとあの売れ筋定番商品として残ってるんですけど、当時はこのオックスフォードはすぐなくなっちゃったんですよ。で、1980年代ぐらいに日本でレッドウィングがすごい普及してきて、うん、その街でレッドウィングが履かれるってなった時に、はい、やっぱり日本はあの単靴みんな欲しいじゃないですか。そうですよ、脱ぎ履き多いですからね。そう、はい、で当時そのアーカイブを見た時に、はい、そのあ単靴もあるじゃんということで、うん、あの日本のリクエストもあって、一回このオックスフォードっていうのがあの再ローンチされたんですよ、はい、でも実はその時にローンチされたオックスフォードはこの当時の形ではなくて、でちょっといろんな仕様が違くて、例えばあのハトメも4つとか、はい、であのこのコバの部分が立ちコバって言ってちょっとボリューミーなタイプだったんですよね、うん、はい、であとはでもこの履き口のこのかかとの部分はもうちょっと低くてみたいな、うん、多分あのレッドウィングもう好きでずっと知ってますって方だったらもう持ってるって方も、そうですね、見てらっしゃる方もいるかもしれないんですけれども、うん、8103とか8106とかっていうのが、うん、まあ、その当時の、いわゆるワークオックスフォードって呼ばれてたものになります、はい、でそれはレッドウィングジャパン時代では、2010年ぐらいに3色ぐらい展開してあの販売してたものなんですね、はい、でまあそれはもう今はなくなってしまって、うん、でついにそのオックスフォードまた出そうってなった時に、はい、今回アメリカの企画チームが選んだのがオックスフォード、ワークオックスフォードではなく、はい、当時のアーカイブのこのオックスフォードを企画してこの3色で、はい、オロレガシー、ブラックプレイリー、はい、そしてホースアンビリンレザーのこの3色でやろうってことだったんですよね、はい、なのでハトメも5つあって、でここの缶止めですね、まあ、レッドウィング、うん、あの古いレッドウィング好きな方はもう絶対このポイントはもうキュンとくるポイントだと思うんですけれども、はい、しっかりあのバータックス缶止めがついていて、うん、そして履き口のこのかかともしっかり深さがあるのでホールドされるんですよ。だからパカパカしない、かかと置きが、はい、あのしないので、すごいフィッティングもよりあのいいものになってます、うん、はい、いや結構待ち望んでた方本当に多いんじゃないかなと思いますね、うん、結構この形だとその従来 の, そのワークオックスフォードと比べて横から見た時のフォルムがそのモックとすごく近いですね。近いからなんかあのパンツこうここまで長い普遍のパンツ履いてもたらなんか分かんないですね。分かんない感じもするし、はい、でもなんか短パンとかでね、うん、とかちょっとロールアップで、あ、いいですね、はい、靴下見せてとかもよりしやすいですね、はい、うん、安倍さんだったら短いソックス、うん、靴下に合わせて履いたりとかも、はい、逆に夏とか素肌出しちゃって、はい、とか確かにそういう感じとか可愛い。今まで去年まではこの提案できなかったんですけど、まあ、今まであの短パン特集で、はいはい、まあ、夏にもレッドウィングっていうのをやってきましたけど、うん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 、これが加わることでよりそのなんか SS らしいレッドウィングの履きこなしみたいなのは表現しやすくなるんじゃないかなっていうふうには思いますね、はい、であとやっぱオレオレガシーがすごい人気じゃないですか。やっぱ革質が本当にいいし、でオロレガシがもうとにかく好きって方はこの単靴、うん、で今回のこのオックスフォードはあの名前がその名もショップモックオックスフォードっていう名前がついていて、はい、まあ、ショップモックっていう名前の由来はそのまあ私たちのこの877とか875っていうあのまあ従来のその50年代からあるあのブーツって働く、うん、人の足元現場で履くようなあのそのワークブーツじゃないですか。でもそ の, あの流れはありつつ同じ機能性を持ってるんだけど、よりなんかそのストリートとか街でちょっと買い物行く時とかっていう感じにこう改良したのが、まあ、このオックスフォードなので、はい、それでショップモックっていうあの名前をつけたそうです。うちの営業でも、はい、ひたすらオックスばっかり履いてる人もいますもんね。ですよね、はい。それってでもオックスフォード好きな人って何なんだろう、履きやすいのかなもあると思いますし、はい、あとやっぱりこうオックスフォードだからその自分のスタイル的な意味とかもいろいろあると思うんですよね。なんかファッション的にオックスフォードの方がちょっとフォーマル感出るとこあるんですか、うん、
なんかあとなんかパンツのバランス取りやすいとか、はい、なんかやっぱりこう微妙にこうジャスト丈の時に、うん、あの8インチとかだと若干かぶるじゃないですか、うん、そこの歪み気になるとかっていうのがオックスだとストンと落ちてパンツも綺麗に見えるんで、はいはいはい、そういう時はオックスがいいとかっていうのはあるかもしれないですね。なるほど、はい、で今回のあとそのこのショップモックオックスフォードの発売の時期に合わせて実は、ブラックプレイリー、はい、あの従来のブラックプレイリーってちょっとこうなんか触るとザラザラしてる感じで、うんうん、ブラッククロンダイクとか、はい、ブラッククロームっていう他の黒い革に比べると、うん、ちょっとなんかツヤ感をさらえられてる、はい、ちょっとこうマットな、はい、マットな仕上がりだったのを、はい、実はあのブラックプレイリーもその表面の塗膜がもうちょっとツヤ感が強くなる仕様に変更されます、うん、はい、はい、なのでちょっとツヤツヤと、はい、してるあのところも素敵、うん、で写真だし、はい、ちなみに阿部さんは3色だったらどれ選ぶんですか。いや僕そのエイジングサンプル見て、うん、これめちゃくちゃかっこよかったんですよ、はい、まあ、正直ちょっと惹かれました。なるほど、はい、ただちょっとまだサンプルも足大きかったので、はいはいはい、ちょっと一回サイズで試着してみてからかなと思ってますけど、うん、でもこのベージュも可愛いですよね。そうですね、うん、なのでまあ前回のスウェード、はいはい、特集、はい、やらせていただいたじゃないですか、うん、なので本当夏こそスウェードって話もちょっとしてたと思うんですけど、そういう意味ではこの辺も、はい、爽やかだし、はい、いやでもどの色もめちゃくちゃ素敵だと思います、まあ、王道も、はいはい、いますから。だからあのマイオンリー、はい、なかなかまだオックスフォードってないじゃないですか。確かに確かに確かに。だからそれは今年一つ見どころかもしれないですね。で皆さんがなんかどうやって履くのかとかめっちゃ見たいです、うんうん、そうですね、はいはい、確かにこの SS シーズンそれちょっと楽しみですね、うん、はいはい、こちらの発売日は2月の23日が、はい、発売日になっているんですけども、うん、はい、ちょうどこの YouTube の動画が公開されているタイミングで、はい、オンラインストアの方では、うん、予約販売をスタートしております。はい、じゃあ予約もできるんですね。そうですね、前回ちょうどそのスウェード、うん、ラフアウトの会やった時にチェルシー予約販売させていただいたんですけど、はい、本当にすぐなくなったんですよ。コメント見ました、はい、間に合いませんでしたっていう方申し訳ありませんでした。量がそれだけ少なかったんじゃないかって、結構今回量本当にご用意してたじゃないですか。でもまた入ってくるから大丈夫ですよね、はい、なので、はい、ちょっとそれだけ待っていただいた方も多かったので、うん、まあ、予約していただければそこは、はい、確実に購入できるかなと思いますので、はい、引き続きそのあたりもよろしくお願いいたします。もう本当に22年とか23年とかどんどんその製造の方も、うん、かなり安定してきているので、はい、多分ここ数年のねあんまり在庫がこう、ね、安定してなかったっていうのを経験されてて、はい、そのオンラインで売り切れだとあもう買えないじゃないかってこうがっかりさせてしまうかもしれませんが、はい、今はその一回こう在庫が切れても随時毎月ちゃんとコンテナも、ね、入荷してますので、はい、買えないってことはないちょっとまたお待ちいただければ、ね、合わせて、はい、インスタグラムだったりとか、うん、EC サイトも定期的に覗いていただければなと思いますので、はい、まあ、YouTube のチャンネル登録が、まだの方あとインスタグラムとか LINE あと X、Twitter ですね、はいはい、そちらも合わせてご確認いただいて引き続きチェックしていただければなと思います。はい、はい、ゆきさん、なんか最後にありますか。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫ですよね。はい。はい、やりきりました。はい、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。